都立の総合高等学校なんですね。東京都が中心になって学生の教育の在り方をいろいろ研究してその成果をまとめようというので、この総合選択制高校という名前がついてるんだけども、高等学校の教育のやり方をもう当たり前のことじゃなくて何でも自由に検索できるようなそういうプログラムを用意したようですね。それに対応する建築は何かと、この学校に挑戦したのが民書さんという建築家で、彼はいろんなその考え方をそこに持ち込んで総合選択制らしいスタイルにしたと。 SDG は民書さんの依頼を受けて、それでこの敷地がね、東京都の晴海ヤ埠頭にあるんですよ。海に面しているので潮風に強い構造じゃないとダメでしょ。この高校は PC で作ろうというのは初めから考えていたのね。この大きな高校をいろんな部材を PC で作っていって、それで全体を成り立たせると、それで PC の良さを発揮するために、いろんな工夫をして建物です。海の方から見ると校舎と、それからこれが東京湾の海そのものなんですよ。この川と森が、こういうところの建物は鉄筋コンクリートの中で作ると20年ぐらいでボロボロになっちゃうのね。そういうことがないように半永久的にこの建物が持つように、計画した。海から見たこの建物なんですけども、いろんな教室の群れがあって一つずつの階段によって区画されてるんですね。ここを学生さんがこうトントンと上がって自分の教室に入って、それでまた終わるとまたトントントンと出てくると、学生さんの動線がここでいつも整備されている。建物のクライアントから始まって、設計する側、それから施工する側、皆さんが持っているいろんな要求を全部完璧にオーソライズするように考えた、そういう建物なんですね。それ工事中ですね。普通こういう PC があると柱があって梁があるんだけども、ジョイントケーブルで普通つなぐじゃない。それをやめて鉄骨でつないでる。鉄骨がこの中に埋め込まれていて、でそこのところに鉄骨と鉄骨とのジョイントで全てが賄うように工夫されている。それはね、この建物の特徴で、やっぱ大きな地震力がこう発生する、こういう鉄骨を利用した方が経済的になると。ジラとハリとの関係が全部こういうふうな PC でできてるんです。その中に鉄骨が埋め込まれていて、それでジョイントを作ると、そこの間に新しいコンクリートを打ち込む、こういうところもそうですよね。こういう新しいコンクリートを打ち込む、
海側から見た校舎で、この校舎の外壁はさらに耐久性を上げるためにタイルの打ち込みをやってるんですね。学校のところファサードがこういうことになっていて、これがね、プランは PC の柱を中心にしてここを利用できるようになって、こっちに体育館があって上がプールになって、それでここに大きなグラウンドがあって、こっちにあるのはね、東京都の短期大学なんですね。ここで高等学校と短期大学が一体になったシステム、それからここにあるのはフェンスがあって、ここにいろんなブールが入ってくるのをここでカットしてると。基本的な PC の構成図、これはまあ見てもらうと分かる。最上階だけはこういう特別な床にして、それでこのスペースを作り出して、この建物の特徴をやっている。大スパンのところのアーチの作り方ですね。途中にある学生のためのロビー、これはね、一つの部屋の中にこういう和室があって、そこで日本のいろんな伝統的な文化を学ぶことができる。部材の列がさっきのようにプランがなんかいっぱいあるんだけども、この構造は単純明快なシステムでできている。下の階が体育館で、上の階に行くとプールになってて PC でできてるんですね。プールの最上階、いつもね、違う構造にしたいなと思うんですね。可能性をどんどん広げていかないと、こういう設計っていうのは面白くないんで、同じ考え方をそのまま使うっていうことはやめてるんですよ。常に何か考えて、新しいプールはどうかな、新しい学校はどうかなっていうことを考えながら決めていく。それでそういうことによって、その固有の空間がここで生まれる。下の、体育館、体育館がこうあるけども、その上のプールがこうついてくる。それがまた面白いよね。昼間のこの明るさを取り入れるためにわざと最上階に持ってきたのね。だからそれ、いろいろ考え方あるんだけども、そういう考え方で作るとこうなりますよと。屋外でここにあるのは、このグラウンドのを防護するための塀なんですね。塀があって、それでプールがあって校舎がある。こういう、先生、今のこの屋外の塀なんだけども、ここには網が張ってあって、ボールが外に出ないようにするための仕掛けなんだけども、それはまたこういう PC で作ったのね。それでそういうことを徹底して、隅から隅までやろうというので、こういうのを仕掛けた。これ今のところの下フェンスね。それで上に歩くところがあって、またフェンスがあると。こういう外の環境を重視するためにいろんなこういう人をやってんだけども、あんまり成功してないね。立ち山なんかもね、これなんかしゃぼいじゃない。本格的な立ち山を作ってあげて、そこでいろんなことを学習する機会があればいいなと思うんだけども、やっぱり敷地があまりにも狭くて、こういうものを作ることができなかった。